はい、ここからは IR のコーナーになります。本日はですねゲストでお越しいただきましたジャスダック上場でコード番号3776、会社名株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO の藤原博史さんに本日はお越しいただいております。藤原さんどうぞよろしくお願いいたします。藤原さんはもう何度もですねIR で、まあ、積極的に活動していらっしゃいますので、まあ、投資家の方にはおなじみの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日はですね、早速、11月6日に発表されました第3四半期決算、それからあと今年発表されましたトピックスですかね、まあ、そうした通期の業績予想を中心にご説明いただきたいというふうに思います。ではスライドに入りましてこちらですねお願いいたします。はい、売上高が、前年同期比ということで、このコロナの時代になって復興中の幸いといいますか、はい、まず売上高が増えております。はい、そうですね。それから営業利益もですね、昨年度までは新データセンターの先行投資ということでやむなく赤字決算をしてきたんですけども、はい、今期から黒字復帰という期になるということが見えてまいりまして、はい、まあ、第3四半期ということでほぼ第3コーナー終わった段階でありますけれども、はい、前年度の営業利益 の、 営業損失に対して大きく黒字を稼いだと、はい、それから最終利益につきましても大きく伸びたということで、はい、まずは第3コーナー終わって、通期の黒字復帰が見込めるようになったかなと、ええ、まあ、そんなふうに思っております。はい、まあ、投資家の方も楽しみにされていると思いますけどもね。はい、で、こちら、そうですね、もう次のスライドいってよろしいですか。一言だけちょっとお話しさせてもなぜ、はい、なぜかということなんですけども、ね、まず新データセンター の、はい、売上増加ということで、ええ、全くさら地から作ったデータセンターでありまして、もう発電機から手配しまして、はい、60億くらいかけて我々としては大きな勝負だったわけですけれども、契約率が9月末で7割を超えまして、はい、稼働率は 35% ということになりましたと、はい、それから IoT AI ソリューション部新しい新規事業の方でありますけれども、AI スクエアがですね、まあ、独自の AI の自然言語処理技術を活用したソリューションの展開が進みまして、前年同期に比べまして売上が約 7% 伸びたと、うん、まだちょっと営業赤字は続いてるんですけども赤字幅も少なくなってきたということで、はい、次の柱としての AI 事業の準備が、まあ、整ってきたということがございます。はい、まあ、以上がですね決算の概況ということでございます。はい、では続きましてはこちらのスライドになりますが、こちらインターネットのバックボーン強化についてということでございますね。はい、私どものデータセンターというのは今大手町にありまして、はい、まあ、これは日本のインターネットの最初の拠点なんですね。もともとインターネットというのはアメリカとどうつなぐかということでありましたので、はい、20世紀の後半にですね、はい、大手町を中心に、まあ、当時は今は KDDI さんですけど当時は国際通信は KDD さん独占でありました、ね。はい、KDD 大手町ビル今は KDDI 大手町ビルと呼んでますけども、はい、そこが大半のトラフィックですね。それは日本だけじゃなくて世界のインターネットトラフィックの大半が日米トラフィックだった時代がありまして、はい、まあ、それを支えてきた大手町地区というのが一つございます。はい、だから私どものデータセンターは大手町にあると、それからもう一つですね、はい、日本のGDP 比よりもインターネットトラフィック比率の方が大きいのが大阪の堂島でありまして、はい、この大阪の堂島にもインターネットトラフィックが集中してきております。はい、まあ、そういった意味で私ども大手町での事業をですね大阪堂島まで伸ばそうということでインターネットのバックボーンの接続拠点を今度NTT さんの力をお借りしまして、はい、大阪堂島に開いたと、はい、でこの意図なんですけれども、これは関西にもですねたくさん の、 インターネットユーザーがいらっしゃると、はい、関西というか関西西日本ですね、西日本ですね、はい、それから中国との関係も多くてですね、中国トラフィックもインターネットのトラフィックで大きくてですね、西日本に結構集まってきているということもあって、はい、関西にあるインターネットのコンテンツ事業者の皆さんの、まあ、国際的なコンテンツ事業者なんですがトラフィックを我々が運ぶ役割を担おうと、は
ということで関西拠点を作りましたということがトピックスでございます。でこうなりますとですね、東京のコンテンツ、事業者の方も大阪に展開したい、関西に、はい、西日本に展開したいということをお手伝いできる環境が整いましたので、はい、我々こうして日本全体のインターネットに最も近い最も太いデータセンターであるという、位置づけをですね、東京だけではなくて、はい、大阪にも拠点を伸ばしたという位置づけがございます。はい、これは大阪ポップポイントオブプレゼンスと呼んでますけども、そういう 5G 時代の到来にですね、東京大阪でのシステム分散、それから多地域分散の需要、データ間接続の需要に応えるためにですね、このような西日本進出ということをさせていただいたわけでございます。これやっぱり 5G がこれから、本格化してくるということもありますので、そういったことの準備ということでも当たるわけですかね。そうですね、今ご指摘のように 5G 非常に盛り上がってまいりまして、実は今日発表あったんですけども、総務省がですね、電波産業の DX をやるということで、私も有識者会議のメンバーに今日指名された通知が届いたんですけど、そうですか、おめでとうございます。11月30日から活動を始めますけれども、電波産業というのは日本の産業インフラの一つで、 5G はその中心を担う産業になりますので、デジタル庁もできますし、日本全体がそのデジタル化する機運を高めていくには、やはりこの 5G を中心にしたこのインターネットトラフィックをどんどん増やしていって、産業の基盤として、我々活躍していきたいというふうに、活動していきたいというふうに思っております。はい、分かりました。もう、楽しみですけども、そしてそうなりますと、やっぱり必要なのはデータセンターということになりますが、こちらはいかがでしょう。これはやはり私どもだけではなくて、日本のデータセンター業界全体がこの DX という機運を支える必要がありますので、我々はインターネットバックボーンに強い特徴のあるデータセンター事業者なんですけども、アット東京さんとまず提携をさせていただきましたというのがここでのご報告でございます。で、データセンター間接続によってですね、アット東京さんというのは我々と比べまして、どちらかというと非常に面積の多いデータセンターを運営されておりまして、たくさんのサーバーを運用されておられます。で、我々はどちらかというとインターネットバックボーンに強いということで、インターネット接続に強いと。で、両者の強みを生かしますとですね、我々はあんまりスペースがないもんですから、我々の顧客を、アット東京さんのスペースを使わせていただくと。またアット東京さんのお客様の中でインターネットと強力に接続したい方は、我々のデータセンターに入っていただくということで、総合利用という提携をさせていただいたわけでございます。これはでも、お互いメリットがあるっていうのはいいですよね。そうですね。通常ですと、競合になりがちなところですけどもね。そうですね。さあ、そして次なんですけど、こちら、スーパーテレワークコンソーシアム、なんかこれ見る限りワクワクしそうな名前ですけども、ご存知のように、私も毎日テレワークの部分と、たまにリアルで、今日はリアルにお邪魔しておりますけれども、ビジネスの多くの部分をテレワークが担うようになってですね、最近変わってきたのは、企業内のテレワークだけではなくてですね、企業間のテレワーク、それでスーパーと名をつけたんですね。だから、このテレワーク空間を使って同じ会社の人が仕事するだけではなくて、複数の企業がある共通のトピックス、テーマで仕事ができるようなインフラ作りをしようというのが目的で、これもまた私どもだけではなくて、桜インターネットさんですね、このデータセンター業界のリーダーの一社でいらっしゃいますけども、桜インターネットさんと、それからテクノプロさんというのは人材派遣あるいは技術者派遣で最大手という企業さんでありまして、そちらと、それからデジタルツインズさんというのは、もともとトヨタ自動車にいらっしゃった方が創業されたモデルベースとデザインというですね、自動車の設計などを抽象化して、でその自動車業界だけではなくて、さまざまな産業にということで、非常にユニークな研究開発されているデジタルツインズさんと、それから自治体の代表として静岡県の長泉町、それから私どもという、4社がまず旗振り役になって、このスーパーテレワークコンソーシアムを発足させたということで、テレワーク社会を先導するという、そんな活動を始めたところでございます。これはでも社会的にも意義ありますし、この今の時期ですから、もう意義と、それからあとは実用面でもサポートしていただけるということで、本当に御社の役割がますます
強くなりそうですね、高くなりそうですね。 ありがとうございます、はい、そのように我々だけじゃなくてですね、これ広く業界呼びかけて、本当にテレワーク環境でもサイバーセキュリティの面からも、効率の面からも、安心して効率が上がるというような、まあ、社会づくりに貢献したいと、でもちろんビジネスチャンスを狙っていくと、もちろんですよね、いうことを考えております、はい。まあ、株主の方もね、こういういろんなお話を伺って、まあ、非常に楽しみでございます、まあ、こうやって、まあ、本年の4月の今28日発表ですかね、はい、まあ、今ご覧いただきました、こちら11月の5日発表分、それから9月の1日発表分ということで、まあ、いろいろこれまで発表してきていただいた内容をお話しいただいたんですが、最後にこちら業績面での通期業績の予測ということで、こちらお話しいただけますでしょうか。はい、これはまあ一言で言いますと、黒字復帰、通期予想と、はい、いうことだけがメッセージでして、はい、もう切り返してこられましたね、本当ね、はい、おかげさまで前年度まではちょっと先行投資がありましたので、はい、まあ、新データセンターでありますけれども、はい、まあ、それで赤字決算をしてたんですけども、まあ、今期から黒字復帰と、はい、いう見通しが立ったという、まあ、ご報告の数値ですので、はい、細かい数字よりも、まあ、黒字復帰という、はい、新しい時代を迎えたというふうに、ご理解いただければと思っております、はい。これどうなんでしょう、まあ、売上高の方は、まあ、若干ね、前期比よりは落ちてますけども、中身がだいぶ、これ前期比じゃなくてですね、あ、ごめんなさい、5月13日の発表予測なんです、ね、そうそう、失礼しました、5月13日ですね、はい、はい、大変失礼しました。となりますと、この5月13日よりも、まあ、四半期継続、まあ、これ半年ですかね、そうですね、いや、四半期ですね、はい、過ぎてからこれだけ、まあ、利益が乗ってきたというような状況なんでしょうかね、はい、はい、まあ、これこうなりますと売上高も順調に伸びていらっしゃいますし、経常利益も伸びてきているということで、ちょっとこの通期の業績予想またもう一回あるかどうかちょっと期待したいところでありますね。いや、ありがとうございます、はい、まあ、でもということで、まずはその黒字復帰をなんとか今期、はい、果たせそうだというご報告が一つと、はい、まあ、それから今後、先ほどお話ししましたように、データセンター業界の新しい流れを、そのテレワークの中で作っていくと、はい、いうことをメッセージとして出させていただいたと、はい、それから今日少しお話ししましたけど、総務省から出ている電波産業のデジタル変革、はい、DX を担う企業としてですね、我々も政府からも期待されているということが、まあ、今日皆さんにお話しできるメッセージかなというふうに思っております、はい、わかりました。ご覧いただいた方ね、楽しみにしてらっしゃると思います。本日は株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO の藤原博さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。